松田キャプテンとイニエスタキャプテンを先頭にノエスタのピッチに入って回収した神戸、山口ホタル、イニエスタ、山口ホタル、イニエスタに返してフリックして、山口ホタルだ、山口イニエスタですね、はい、ハツセ、イニエスタ、フリックして、ハツセ、ワイド、ボージャン、逆サイド、大迫、イニエスタ、ボージャン、ボージャン、イニエスタに出す、福岡、さらにここで8戦決まった。 J1 初ゴールはクリム、ちょっと響きましたね。そうですね、分厚い攻めですね、はい、キーパーもよく触ったんですけどね。ですよね。菊池だ、悔しがる菊池龍歩、上福本、ボールを奪って大きなストライドで前に出る中、福岡入っています。さらに荻原、ワイドに出して折り返す、金子シュート、最後荻原の左足か、チャンスが出てきますね。素晴らしいゴールですね。これぞ京都スタイルというゴールを見せつけました。イニエスタから松田天馬、ここで金子、ピーター宇高、ワイド荻原、アリークロス、バイネタ、宮吉のシュート、京都の至宝が勝ち越しゴール。このシーンですね、ここも一つはカウンターの形なんですね、はい、神戸の守備陣形が崩れてますから、このクロスボールが良かったですね、はい、まあ、イークレ選手が残念なのはキャッチか掴むか弾くかというところがね、体勢が崩れてますから、そういった分ではパンチングで逃げた方が良かったかもわからないですね、まあ、そこも福岡が前に前に圧力をかけていたというのもありますもんね。そうですね、福岡からピーター宇高、菊池、高さがあります、かけて大迫、起点になる、キープして、ゆるきが来た、ゆるきが来た、シュート、体格を狙うような、ね、シュート、まあ、セカンドチャンスが生まれやすいような狙いもね、あったと思いますよね、はい、長坂、ファーストタッチ、川崎、荻原が前にいます、ピーター宇高、アウトで出して、松田天馬シュート、いくら、これもね、いいポジション取ってたのでシュートコースなかったですね。金子運んでピーター宇高、シュートだー、いやー長ワンタッチありましたね、はい、本田、松田天馬、この時間も元気です、折り返す、シュート、なんとなんとこの時間にさらに追加点を決めました。そうですね、大迫、大迫、大迫、また行く、浮き球を使ってシュート、上福元キャッチ、最後ゆるき、ここで長いホイッスルです。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications